はい、速稼塾の久保です。ビットコインの歴史と価格を振り返ってみる、そんなシリーズで今日は第2部になりますけども、2011年になりますよね。2011年はですね、ビットコインがこの世の中に論文としてリリースされて3年目なんですけども、この1年で2011年の1年で価格が20倍ぐらいになってます。じゃあその辺をちょっとお話していこうかと思います。まずですね、2011年の3月6日なんですけども、それから6ヶ月前の終わり値が5円に比べて、すでにね、この時価格74円になってます。ビットコイン1ビットが74円です。2011年の3月6日のことですけどね。そしてマーク・カプレスが運営する日本を本社とするティベネット社にマウントコックスが買収されるということになりまして、マウントコックスと会社はね、日本によって買収されて、日本でマウントコックスって会社が運営されることになります。現時点で一番有名で、まあ、ビットコインを扱ってるといえばって言われたら、当時マウントコックスだよって言われたぐらいの代表的な会社です。でマウントコックスがマーク・カープレスの運営する日本を本社とするティベなんとか社、読みにくいですねこれね、に買収されましたと。事実上最初の日本国内のビットコインの取引所となったんで、ビットフライヤーとかね、それからコインチェックってありますけども、元はマウントコックスだったんですよ。じゃあここを中心に2011年は回っていくってことをお話しますね。で、2011年の4月16日、先ほどの話から1ヶ月経った時には10円値上がりしてですね、タイム誌がビットコインを特集しました。タイム誌で初めてビットコインの特集が組まれました。大手メディアで初めてビットコインが取り上げられた例になったということで、その後価格がガンと急騰します。一般メディアにビットコインが取り上げられたことによって、どのぐらいの価格がつくんでしょうか。この4月16日87円から2ヶ月後6月12日にはなんとですね、1489円というふうな価格になってます。87円が1489円ですよ。すごいでしょう。で、最初のビットコインバブルが出たということになってますね。一時 31.91ドルにというテーマで、記事が出されております。メディアに注目されたことにより、急速にビットコイン価格が上昇し、一時こんな価格になったってことですよね。そして最後のニュースなんですけども、6月12日、爆発的なビットコインバブルが起きたのとほぼ同時にこんなことが起きました。ここによってさらにビットコイン有名になります。そうなんですよ。マウントコックスがハッキングを受けたってことなんですよ。これが6月19日、終わり値がそれでもね、1401円という価格に大きな差はなかったってことなんですよね。マウントコックスがハッキング被害を受けて、ビットコインやユーザー情報、パスワードが盗難され、約1週間取引が停止となりました。この影響で連鎖的に他の取引所からもビットコインの盗難が発生し、ビットコイン価格が下落したということなんですけども、逆に下落したんだけども、ビットコインってのが、あ、そんなコインあったのってことで知らされることによって有名になってですね、さらに売れたっていう、こういう現象が起きました。私もマウントコックスの社長が、あの顔でね、あの外人の方ですけどね、外人という言い方古いですけども、北欧系の顔の方がニュースで何か喋ってるのを見て、そんなものがあるんだって知ったのがこの時です。でも結局ハッキング受けたり怪しいコインなんでしょうってことで、私は当然買いませんでした。多くの方も興味を持った、知ったんだけども、お金を出すほどには至らないっていうふうな判断だったんじゃないですかね。そしてですね、大暴落がここから起きるんですよ実は。2012年なんですけども、今日は2012年のことまでお知らせしましょうか。2012年の5月9日です。マウントコックスのハッキング被害からちょうど1年ぐらい経った時なんですけども、価格は402円になってました。 FBI のビットコインに関するレポートが流出したということで、いや暗号通貨ビットコイン危ないねっていうことで、もう一つここで事件が起きたんですよね。ビットコインが違法行為に使われる可能性が高いという内容の FBI 内部資料が流出しましたということで、ある国の麻薬や人身売買の取引の支払い手段として足のつかないビットコインが使われているっていうね、そういうふうなアンダーグラウンドの組織も、まあ、一網打尽にされたっていうこともありましたね、この時。だから顧客情報がよく分からなかったっていうふうに、その時にはニュースに出てたのかなと思います。で、2012年の11月5日、それから半年後なんですけども、価格は多少持ち直して909円になりました。ワードプレスがビットコイン決済を受付開始ということで、こっからワードプレスがビットコイン使うんだってことで、違法性よりも透明性とか合法性っていうのが注目されだしたんですね。で、ワードプレスがビットコイン決済の受付を開始しました。これまでで最大規模のビットコイン決済を受け付ける事業者となったということで、ワードプレスは当然有名なサイト運営者ですけども、ここがビットコインを使うことによって、ビットコインがついにね、
表のビジネスに出てきたっていうふうに言われたのもこの頃です。でこの頃を皮切りにビットコインを購入する方も増えましたし、私もこれからね数年後にビットコインを買うことになるんですよ。これから 2,3 年後だったんですかね、最初のビットコインを買ったのは。で2012年最後のニュースなんですけども、11月28日終わり値は1013円です。最初の半減期が来まして、50ビットが25ビットになったということもこの時起きました。ただ半減期っていうのの意味が分かったのはそれから数年後だったですよね。21万ブロックごとに行われる採掘報酬の半減が初めて実施されました。マイニング報酬が下がったということになりますね。これにより報酬は50ビットから25ビットになりました。この時の50ビットっていうのは5万円ぐらいっていうふうに換算されますよね。5万円ぐらいのビットコインの報酬が2万5000円になったということなんで、それでも結構な報酬だということで、ビットコインのマイニングっていう、そのマイニングっていう概念がねかなり広まったんじゃないかなと思います。さあそして次回は2013年をお送りします。私がインターネットビジネスの世界に入った時ですけども、この頃私もねビットコインってものの存在を深く知ることになりまして、インターネットビジネスのバブル、情報革命の後は通貨革命が必ず起きると思って、2013年から暗号通貨、通貨にとってのビジネスをね展開することになります。そこから始まるのが私の暗号通貨ニュース、今この放送ですよ。ですんでね、私のね暗号通貨ニュースももう8年になるんですよね。そして1点で惚れたのがカルダネーダということだったんですけども、それがうまくいったということで現在の暮らしにつながっております。それでは次回もよろしくお願いします。次回はですね、2012年1013円だったビットコインの価格が一気に2013年の3月に4736円ですか、5倍ぐらいになりましたって話から始まります。それでは。